高齢者の多い地域の買い物支援につながるかもしれません。こちらの無人の車は冷蔵庫がついているので、暑い夏でも冷たい飲み物を買うことができます。このロボットは最高時速15キロで公道を自動走行し、あらかじめ指定された場所に向かい、冷たい飲み物などを移動販売します。インクジュース買ったの近いな店員さんとか通さずに買えるので便利だなと思います。利用者はタッチパネルで商品を選んで電子マネーで決済します。実験を行っている京セラは、スーパーやコンビニがない地域などの買い物支援につなげたいとしています。